こんにちは、奥園敏子です。今日は人参白和えサラダを作りたいと思います。めちゃめちゃ使える定番レシピです。白和えなんです。白和えってね、時々食べたくなりませんか？せやけど白和えって昔ながらの作り方やとね、ものすごく手間も時間もかかるんですよ。そこで発想の転換です。白和えの衣をね、豆腐ドレッシングやというふうに考えて、白和えは豆腐ドレッシングの野菜サラダやというふうに考えればね、とってもね、気楽に作れる一品になります。今回はたっぷりの人参を合わせていきますけども、これは他のお野菜でもできます。この豆腐ドレッシング自体はね、作り置きができるのでね、作り置いてもささっと合い合わせのお野菜あえていくとね、もうタンパク質豊富ないいおかずサラダが出来上がります。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。まずお豆腐、人参、調味料として塩、砂糖、醤油、お酢、ごま油、そしていりごまです。では豆腐の下準備をしていきます。今回は絹ごし豆腐で作っていきます。麺でも絹でもどちらでも作れます。絹で作った場合と木綿で作った場合の違いはね、後でまた説明させてもらいます。で、この下準備なんです。で、従来の白和えの衣っていうとね、この豆腐をね、ペーパーで包んでまな板でなんかおもしとかして、しっかりしっかり水を切るっていうのが昔ながらのやり方なんですけど、それすごい時間がかかるし、豆腐の下ってやっぱり豆腐に含まれている水も美味しさのうちだと思うのでね、私はあんまり水を切らない方がいいんじゃないかと思っています。なのでこんな風に水を切っていきます。トレーにペーパーを引いています。そしてこの豆腐を崩しておきます。ちょっと水切りますね。で、こんな感じですね。豆腐でこう崩してここに置きます。で、これはもう後でまたグワッと普通しますので、割と細かめに潰してもらって大丈夫です。このやり方だとね、もう5分も置いとけばね、いい感じに水が切れます。ですから、料理の段取りとしては、一番最初にこれをやってもらって、そして水を切ってる間に、人参を切ったりする準備をしてもらうという感じだと思ってください。じゃあ、このまま置いといて、人参の準備をしていきます。では人参の千切りをしていきます。広げよう千切り付きの、わー、人参の千切りね、もうシュ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 ってするスライサーみたいなんでやってもらってもいいんですけれども、千切りもね、やれば楽しいのでね、ぜひぜひやってみてください。じゃあ切っていきます。ヘタを落として、でここゴロゴロするので安定させるためにここ落としますね。まっすぐにしますね。これでまっすぐになります。これも使います。で、斜め薄切りです。さあ、そしてこれ少しずつずらしますね。で、この角度によってね、長さが変わるので、食べやすい長さにずらしてください。で、これも入れます。はい、切れました。こうやってね、ずらして切るとね、こっからここまでがね、バーッと虫になって切れるんですよね。そうするとなんか達成感があってね、気持ちがスカッとします。これね、ぜひぜひやってみてください。さあ、これで千切りができました。そしたらこれをポリ袋に入れていきます。さあ、そしたらこれを塩もみしていきます。サラダですのでね、ちょっとしんなりさせます。これはね、しんなりすれば OK です。いわゆる人参サラダの作り方ですよね。これでしんなりするとね、ちょっと食べやすくなるし、ドレッシングが絡みやすくなります。これで人参の下準備ができました。では5分ぐらい経ちましたので、白和えの衣を作っていきます。白和えの衣っていうかね、豆腐ドレッシングですね。で、5分ぐらいでね、ほら、もうかなり水分が出ています。こんな感じですね。さあ、これをここに入れていきます。そしたらこれで混ぜていきます。これ100均の泡立て器です。ほら、かなりいい感じなことないですか、これ。ほら、ではここに味をつけていきますね。お塩です。お砂糖、お醤油、そしてお酢です。これでちょっとさっぱりさせます。ちょっと混ぜます。
ごまです。白和えの衣ってね、練りごまを入れることも多いんですよね。ごまを入れることでちょっとコクが出るっていうか。でも練りごまって家になかなかなかったりするので、今回は入りごまで作ります。いつもの通りちょっと手でひねって入れます。いつも通り手がだるくなって、多分途中で嫌になります。ちょっと頑張ります。頑張れ。ちょっとごま容器入れすぎたな、これ。ちょっと頑張れ。ごまたっぷり入ってる方がね、美味しいですよね。これで途中でごま、ちょっと手がもう疲れて、頑張れ。私嫌になるので、もう最後はごまだけにごまかして、今すごいごまのいい香りがしてるんですけれども、ちょっと香りをさらに足すためにごま油も入れときます。これでいい感じの衣ができました。これね、今絹ごし豆腐なのでこんな風に滑らかになっていますが、これ木綿だったらどんななるかっていうとね、ちょっと作ってあります。木綿だとね、こんな感じなんですよ。わかるかな。こんな感じ、こんな感じとこんな感じ。木綿だとね、ほら、ちょっとね、ちょっとモラモラしてるっていうかね、豆腐の粒々がちょっと残る感じになります。でね、これはね、もうどっちでもそれぞれの美味しさがあります。絹ごし豆腐だとね、本当にクリーミーな感じの口当たりになるし、木綿でするとね、ゴツゴツとした豆腐が口に当たって、それはそれでね、豆腐らしい感じがしてね、それもまた美味しいです。これね、それぞれの美味しさがあるので、絹で作ったり木綿で作ったりしてみてください。その日の気分でやってもらうとね、また楽しいかなと思います。これで白和えドレッシングができました。では白和えドレッシングに人参を混ぜていきます。これね、また衣を混ぜてる間にさらにしんなりしていきます。じゃあ混ぜていきますね。で、人参からもし水が出てても、もう全然気にせずに全部入れてください。大丈夫です。それも人参の旨味とか栄養が含まれている水分ですのでね、それね、捨てるともったいないですからね、全部使ってください。さあ、これで混ぜていきます。こうやって混ぜると、ほら、豆腐のクリーミーな感じがちょっと分かりませんか。さあ、こんな感じで全体に混ぜたら、さあ、これで出来上がりです。出来立てすぐ、もちろん美味しいです。でもね、全部食べきれなかったら冷蔵庫で1日2日は保存ができます。冷蔵庫に保存しとくとね、水が出るんですけれども、一回ねガーって混ぜると、その水分がまた豆腐の方に戻っていきますのでね、そんな風にしてもらうとね、また出来立ての美味しさが蘇ってきます。では、これで出来上がりです。できました。ささ混ぜてクリーミードレッシングになったお豆腐と塩もみした人参の嬉しい出会い、白とオレンジで見た目も可愛い、元気になれる一品です。では早速食べたいと思います。いただきます。白和えサラダ、簡単ヘルシー。この豆腐のとろっとしたクリーミーな食感と人参のシャキシャキ、これがめちゃめちゃ合います。でね、このね、クリーミーさがね、そのもったりしてなくてね、ちょっとね、柔らかい感じのクリーミーさやからね、喉越しもすごいいいんですよ。とろっとしてるけど、あと味がね、スーッと口の中に消えていくぐらいのねっとり感なのでね、すごくね、軽いです。で、さらに言うと、昔ながらの白和えってちょっと甘めの味付けにすることが多いんですけれども、今回はね、どちらかというと塩味の買ったさっぱりした味付けになっているのでね、それがね、また軽い感じでね、たくさん食べられます。で、その豆腐の衣の方がね、あんまり甘くないことでね、人参の甘みも生きてね、人参がまたすごく美味しいです。人参たくさん食べられます。こちらのベースになっている野菜を一つにすることでね、また白和えを気楽に作ってもらえるかなと思って、今回は人参だけの白和えにしてみました。今回は人参を生で和えました。でもね、ちょっと固い人参が嫌やわっていう人もいはると思います。そういう方はね、フライパンでちょっときんぴらするみたいに人参を加熱してみてください。そして
った人参をあえてもらうというのもありです。そうすればね、年配の方とかちっちゃいお子さんとかも美味しく食べてもらえると思います。でこの人参もね、他にほうれん草とか小松菜のおひたしみたいなのをあえてもらうのもいいし、あとキノコとかそういうの入れてもらうのもいいかと思います。これはアイデア次第でね、いろいろ白あえサラダできますのでね、ぜひいろいろ試してみてください。で今回の最大のポイントは、あの豆腐の水切りです。で崩した豆腐をキッチンペーパーの上に広げておく、あそこが最大のポイントです。そうすることによってね、自然に水が切れて手間いらずでいい感じの水の切れ方ができますし、簡単に作ってもらえると思います。こういう昔ながらの料理ってね、やっぱりあの食卓にあるとホッとしますのでね、家庭料理としてね、残していきたい料理だなと思っています。間違いなく体にもいい料理ですのでね、簡単に作って美味しく食べて、また明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおのけ、トマトときゅうりの白あえサラダ。白あえドレッシングに塩もみしたきゅうりとトマトを混ぜました。これには木綿豆腐のゴロッとした食感が合う。野菜が主役か豆腐が主役か、どっちも主役の一品です。この動画を見て作りたくなったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。